はい、お久しぶりです。初菜でございます。今日はですね、初菜の、普段原付で移動してるんですけど、その原付の後ろの荷台、これをちょっと作っていきたいと思います。普段普通のバイク用のですね、ボックスを積んでいたんですけれども、こういう普通のバイク用ボックスを積んでいたんですけれども、ちょっと、ボロボロになったりね、不便も出てきたので、こいつに代わるものを作っていきます。どん。いわゆるホームセン箱、ホームセンターとかで売ってるですね、ツールボックスみたいなね、箱ですね。こいつを加工して原付に積むようにしていきます。まず用意したもの、箱本体ですね。こういういわゆる、さっきも言った通り、いわゆるツールボックス的な箱、なるべく丈夫くて軽いものを選びました。ちなみに法令サイズ一応気にはしております。はい、ビバホームで購入ですね。とこういう金具ですね。これアイプレート、オーバルアイプレートっていう金具だそうです。とこの金具を必要個数と、今回はね8個で、それを止めるためのネジやこうワッシャーですね、もうこの辺も必要個数用意しています。あとは所詮ツールボックスなので鍵がついてません。鍵付きのタイプもありますけど、今回鍵がついてるものでちょうどいい大きさが見つからなかったので、南京錠も買いました。と二締めベルトと、ちょっとこういう、これはねまた後で使いますけど、要は耐震ゴムとゴムマット、こちらもゴムですけど、もうちょっと柔らかいゴムマットですね。ゴム板と、ゴムマットと買ってます。あとは両面テープだったり蛍光テープですね、これも買いました。はい、それではですね、まずは加工をしていきます。よいしょ。とりあえず今1個貫通。とりあえず今穴開けました。この金具のね、穴に合わせた穴を開けました。ちょっと見えにくいけど穴開いてます。でここにこの金具をつけて、このビスと ワッシャーとボルト、これで留めていきます。本当は中からもバリ取りをしなきゃだし、あれなんですけど、で今仮止めでちょっと手で締めただけなんですけれども、こんな感じで、あと、7個穴を開けて金具をつけていきます。はい、今金具をですね、4面つけたところなんですけど、今ちょっと手でね仮止めをしてあるだけなので、あとは本格的に締めるだけですね。ですね、今
ドライバーとラチェットで手でしか締めてなかったこの中のネジですね、こちらをあと締める作業をしました。これでね、もうこの金具結構がっつりついてます。はい。で、ですね、次はまあこのボックス特に鍵がついてるわけではないんですよね。でまあこのままだとちょっと防犯上どうなのっていう、どうしてもね、この原付に積んだこの箱を持って歩くわけではないので鍵をつけたいと思います。ファスナーはですね、ここのこの蓋のバックルの横、この辺、そうだな、この辺に開けていきたいなって思います。さっきのネジよりちょっと太めの穴開けてきます。蓋と本体と貫通する穴ですね、こことね、はい、開きました。じゃあはい、金具もついてこんな感じでね、よいしょ、できたので、中にね、まあ、買ってきた荷物が滑ったりガタガタ振動あまりしないようにゴムマットを買ってきてありますので、これをちょっと一応敷いて、でもあとはからキャリアに積んでいきたいと思います。はい、まあこんな感じで蛍光テープつけて、ねじ目ひもで固定をしました。こんな感じでゴム栓箱を原付に積んでみたです。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。またいつかお会いできる日を楽しみにしています。またね。